どうも皆さんこんばんは、NM です。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルにて公開された情報になります。投手として進むべき道を見つけた月山周、スキルで自身の HP を回復しつつ大ダメージを狙え、というわけで RE の月山周がついに参戦します。早速スキルの方を見ていきましょう。投降拒否月山周、スキルふざけた喜劇だ、レベル5、自身の体力を 30% 回復する、敵単体へ攻撃力8倍の3連ダメージを与え、武器耐久値をマイナス10し2ターンの流血状態にするとのことです。ウリエと同じ8倍攻撃ですが、ウリエはカグネを出した時にさらに 1.75 倍のバフがかかっています。対して月山はカグネを最初から出している状態ですので、アタックポイントなどの基礎ステータスが気になるところです。V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報と実際に実装された時のスキルは倍率などがおそらく違っていると思うので、ここからさらに強くなるかもしれません。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。